五島列島行きのフェリーターミナルまで来ました。長崎港かな。で、今チケット買ってこれから駐車場に並びます。並ぶところがどこか今一つ一方通行だった。あと予報通り雪が降ってます。まあ、パラパラですけど寒いよ。左手に回すところがあるって言ってたけど、このことか。ジェットフォイルしかないように見えるけどな。フェリーらしいものはあれか、あれかな。この時間に出てる船って今までちょっと超えたよな。確か8時5分のは川フェリーの方じゃないんだっけ。違うか。いや、まさに冒頭だからやっぱこっちだよね。あ、雪が強くなってきた。正面玄関出て左手で、正面玄関ってどういうことだったんだ。ジェットホイールの話だよな。ご利用のお客様は1階乗船口より桟橋のジェットホイール船が撮影へご乗船くださいませ。福井行きです。福井島ですよね。はい、ジェットホイール船の撮影はまもなく出航いたします。ご利用のお客様は1階乗船口より桟橋のジェットホイール船の撮影へご乗船くださいませ。よっと、よいしょ、よいしょ、日踊りだ。
方言が聞こえる。見通して客室が前の方か。あ、出られない。お。これどこの地図だ。少し前のヤフー地図みたいな感じ。指定されてるな。鳴島かな、鳴島港乗船席。じゃあちょっと上の甲板ちらっと見てから録画止めようと思います。これ雪のせいだと思います。書いてないな。どこか行きのジェットホイールなんですけど、あれ加速するときには結構水しぶきが出るはずだったんですけどね。これからかな。前伊豆大島で見たときには結構なスピードで加速してたんで、おかしいな。
ゃあ録画もここで止めます。よいしょ。それでは。